アルカーミルは、アイユー部長の第5代スルターン。初代スルターンサラディンの弟にあたる、第4代スルターンアルマリクアルイコールアディル、サイフッティーンアブーバクルの子で、おそらく長子。本名は、ナースイルティーンムハンマドで、アイユー部長のスルターンに即位するにあたり関せられた、尊称、アルマリクアルカーミルから、通常、スルターンアルカーミルなどと称される。アラビア語で、 カーミル・アルコミルは完全を意味する。父がスルタンの在位にあった間は、副王つまりスルタンの代理人として、父を補佐して、エジプト統治に勤めた。1218年、父が第5回十字軍と交戦中に、心臓発作で死去したため、後を継いでスルタンとして即位した。しかし父の死により、第5回十字軍によって、 ダミエッタを占領されるなど、一時は危機に陥ったが、総力を挙げて、反抗に転じ、十字軍を破った。しかしその後、カーミルの即位に不満を持つ一族やアレッポと、ダマスカスの総督に反乱を起こされて危機に陥る。中で1228年には新生ローマ皇帝、フリードリヒ2世が、第6回十字軍を率いて、侵攻を始める。 カーミルには十字軍を迎撃する余裕などなく、フリードリヒ二世もローマ教皇や教皇派諸公との争いに集中したかった。二人は知識人としての交流を書簡によって続けるうち、互いが戦うことを望まないことを知った。カーミルは十年間の休戦、十字軍側への聖地、エルサレム返還に同意し、全軍を内紛の収拾に向ける。このため、 帝国の内紛は収集したが、エルサレムを放棄したことで、多くのイスラム教徒からの不満を招き、バグダードのモスクではカーミルを求断する集会が開かれたという。エルサレムには兵が訪れてから9年後の1238年に、カーミルは亡くなった。フリードリヒ2世との交流はカーミルが亡くなるまで続いたという。カーミルの死から12年後、フリードリヒ2世が亡くなった。 19世紀、フリードリヒニセイの遺体が学術調査を受けたとき、棺の中の彼はイスラム風の衣装を身にまとい、シャツの袖にはアラビア語で、友よ、寛大なるものよ、誠実なるものよ、知恵に留めるものよ、勝利者よというカーミルに向けられたと思われる言葉が刺繍されていたことが記録に残っている。ありがとうございます。